あったかい生理食塩水を混ぜたんですね、で今400倍にしてます、はい、そうすると相当もっと近くに行けるかな。これ見るよりもこっち見た方が見えるかもしれないけど、あんまり動いてないか。なんかいるってことですか。いや細菌がいるんですよ普通、はい、でもそんなめちゃくちゃ動きの激しい細菌はいないから、ええ、腸内細菌層はそんなに崩れてないかなと、はい、こういうの細長いの、はい、細菌なんですよね、はいはい、うん、からそう下痢してる子なんかもっとうじゃうじゃ動く。あ、そうなんだ。そうだから腸内細菌層はそんなに崩れてない。それからあと寄生虫で原虫がいることがあるんですね、はい、そうするとこの画面を横切るような動きをする虫がいるんですけど、はい、それもいない、はい、でお前いてもたまたま出てないってこともあるから、まあ 70% か 80% ぐらいの確率で寄生虫はいないような、はい、であとは便を集めてもうちょっと寄生虫の検査はしますけど、それは時間がかかるんで、この場合はかからすません、はい。